さあ一応あそこはまだやっとるな。一応見てく。一応現存確認してきます。一応残っとる。平張住宅集会所、建は残ってます。ここも残ってますよ。掘ってるけどやってんのかな。やってる感じはしない。一応やっとるな。寿司屋さんはやっとるな。あ、こういうとこでね、なんか飲み食いしたいね。味があっていいよ。山本利用、 iPhone 修理専門、それから小鳥の餌やっとるね。営業中、米屋さん営業中です。この建屋残っとる。コーヒー喫茶スワン、喫茶スワン残っとる。寿司港本店、あ、こっち側に入り口があるんだ。ありますよ、超レトロ。はい、コーヒースワン、まあ、建屋あります。いいね。あのボンタインコーヒーの看板が好きだからあれを撮っとくか。うわ、なんか映画のワンシーンみたいな、バーッと鳩が逃げてくっていう。はい、スワンの看板残ってます。バッチリです。さあ、平張駅に向けて走っております。平張上野池のバス停前を通過。非常にね、緑が多くてね、この池はいいですね。平張中学、バリ中が見えますよ。さあ、この辺中平4丁目のバス停、バス停じゃない、平張住宅口の交差点通過で、ここレトロなバス停。この先のレトロは残ってるか残ってないか。残ってるね、どこも。どうやら残ってるね。この平張レトロストリート、象徴的なこの五軒長屋残っております。素敵です。素晴らしい、素晴らしいとしか言いようがない。これ営業してる頃は覚えがあるよ。 あそこね、富士から23分仕上げがいいよね。もう何あれってなるよね。何のこと23分仕上げって。そのうち、そもそもなんであそこに写真屋さんがあるのって話がね。でスペアキーも作っとるけど、なんであるのって話になるよね、大体において。ちょうど23分仕上げを写すにはこの角度が一番いいな。撮影一般、証明写真、パスポート、写真館って書いてあるね、あそこの上のところのね、看板の。さあ、あそこに手作りパン屋さんがあります。この本屋さんまだやってんのかな。やってんのか、どうだ、やってなさそうだな。餃子直売所ができてる。ここは中川、超レトロ。ビッグワンがあったのでない、ここか。ビッグワンここだったっけ。ここか、ここだな。向かいが丘のバス停を通過。三輪商店まだありますよ。超レトロな三輪商店ございます。健在です。健在でもないな建物は残ってるけど健在とは言い難いな。向かいが丘バス停前を通過。本当ね、年取って不利になったらね、名古屋市バス全線制覇みたいなのやりたいなと思ってますけど、今はね、まだ体動くもんでね、まあ、とりあえずバス乗らんでもいいかって、そんな感じですね。まあ、足がね、機械音になったら、まあ、それやろうかなと思ってますけどね。レトロストリートの象徴的な建屋、もう一個ありますよ。素敵。どれぐらい古いのあれ、何年経っとるよ。だいぶ古いよね。この辺も知り合いおったけど、みんなどこ行っちゃったかな。昔の知り合いって、本当ね、分からないようになっちゃうよね。皆さん元気にされとるといいけど、まあ会いたい人と会いたない人ところで会いたい人はちょっと会ってみたいなと思うけどね。会いたない人はまあいいわって、それは当然だ。さあ、ここからちょっと裏に入っていく。入っていってみる。あ、今行っちゃったヘアサロンニワセ、ニワセだって面白いね。ニワセ、お庭の庭にさんずいのせか。ここ前ね、反対側から来たような記憶があるな、この道は。お、すごいの残ってた。すごいのあるよ。うわ、すげえ、すごいな。あのほら、木がむき出しになっとるじゃん、構造材が。すごいよね。でこっち側もすごいよ、ほら、敷島のロゴのついたトラックの密室部分。昔はこういうのいっぱいあったんだよね、これ。かなり古い。アルミサッシははまっとるけど、かなりのもんですわ。本当に。どうすごくて、身震いします。ちょうどこんな感じかな。すごいな、あの家。超レトロじゃん。なんかタイムスリップしそうな感じ。やっぱり、知らん通りを一本入るべきだね。毎回思うけど、こうやって新たな発見があるよ。あるようなないような、あるかないか。あるな、多分。あ、ここのレトロアパートのとことか、前入っていったけど、そうだ。うわ、すごいな、すごいな、ここ。うわ、うわ、すごいぞ、すごいね。どうしたら昔来たことあるかもしれないな。先輩が住んどったところの近所だ。はっきり覚えがないんだけど、こんなようなとこだったな、そういや。でもね、ずいぶん道が綺麗になってるから、最近やっぱり綺麗にしたんだよね。ちょっと前に一人はもっとすごいもの見れたよな。しまったな。まあそういうもんですな、人生っていうのは。いや、こう左曲がります。多分ここは通ったことあるな。まあまあレトロ、まあまあレトロだった。なんか向こうもすごいのあるわ。あの奥すごい家があるね。
けるか、いけるかな、行ってみるか。あれ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 、玄関、ああすごい家があった。旧街道に出ました。このピアノっていう看板あるけどさ、これ今もうマンションに囲まれちゃってさ、見えへんじゃん。だからこれどこに向けての看板だったんだろうね。名古屋ピアノ調律センター、表通りから見えたってことやね、この看板が。昔はそこも昭和レトロ感のある新しめだけど、あれ藤棚みたいだけど、あれ造花じゃね、造花だよね。この辺レトロだね。すごい、 Z の草広発見、すごいな。おお、昭和レトロ、昭和だ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 、完全昭和だ。すごいぞすごいぞ昭和、すごいぞ昭和ってよくわからない。もう二度と帰ってくることのない昭和時代。さあ17時40分、風がだいぶ強くなってまいりました。さあ平場西口まで参りました。さあ握り長次郎、結構入っとる。長次郎3時間無料駐車場ね。さあどっち行くよ。まあいいか、なんとなくこっち行く。さあ原駅、串カツ土手線から、ああいいね。この辺にパソコンショップあったけどなくなったな。なんかパーツ売っとらんかった。さあ原駅西側を今天白川下に向いて走っております。だいぶ日が長くなってきたよね。ありがたいよね。例年だと16時40分早い時に日が落ちてました。ちょうど今から1時間ぐらい前にもう真っ暗になってたけど、だいぶ長くなったね。さあ上田駅界隈ジムキング、最近ライバルがこの辺り増えてかなり厳しいんじゃないでしょうか。完全定価販売だと思うね。まあでも日本のジム用品世界レベルで見たらだいぶ競争力高いから、うまくね売っていけばいい商売できるかなと思いますけど、だいぶね冷え込んでまいりました。昨日ほどではないですけど、かなり風がね涼しいですね。さあこの時間帯上田駅地下鉄出入り口付近はどの程度混んでるでしょうか。結構車おるな。サンドイッチエスニック、エスニックやってるね、やっとるね。ディナーセット1540円、ドリアセット1320円、パスタセット1300、1280円、1298円か、結構高いな。手抜きか込みかはよく分かりません。ちょっと目が悪いからよく見えません。間違ったらすいません。まあいつものことですけど、しばしば間違っておりますので、あまり当てなさらぬよう正確な情報はお調べいただきたく存じます。ご自身にて。はい、もうねうわーっともうぐちゃぐちゃになっとる。ほら通れへんせん、ね。はい、もう相変わらずぐちゃぐちゃ、もう駐車車両がまた増えてきましたんでぐちゃぐちゃになっておりますから、回避しまして。うわバイクはすっこけとる。ヘルメットをかぶりましょう、ヘルメットをかぶりましょうみたいなね。最初私もね、あここなくなっとるな、二の字があったけど完全撤退。世界の山ちゃんがある。個人的には風来坊の方が好きだけど、まあ別にどっちでもいいや。手羽先はうまいよね、とにかくとにかくうまい。あんまり体には良くないかもしれんけどね、ちょっとしょっぱいから食いたくなるね。さあそこの天然酵母食パン、多分行ったことないね、一回ぐらい行かなかった。さあ丸子製パン、丸子製パン&カフェ天然酵母食事パン専門店。あうまそうだな、美味しいよね多分ね。一回ぐらい行かなかった、全然行ったことない。最近ちょいちょい喫茶店のモーニング行くんですけど、よくよく見ないとね値段を、追加で払ったけど、あ結構高くついたなみたいなのがね、お朝から1人、800円かよみたいな、結構そんなことがあったりします。さあ上田西2丁目の交差点まで来ました。相変わらず渋滞がすごいです。なかなか混むよねここは、結構混むでしょう。ご覧の通りの状況です。なぜかといえば交通量が多いのは当然ですけど、右折する車、上田橋東交差点あそこで右折する車が結構並んじゃって、右折する車に右折レーンの長さが合ってないっていうことがあって、それで通常の直進走行車線にも影響が出る、だから混むっていうね、そんな感じですね。ここはさあ稲熊水道の看板、ドラフレ40年以上45年50年ぐらい前か、たこ焼きしんちゃんも亡くなっとる。この界隈もねご多分に漏れず、いろんなお店が入れ替わり立ち替わりという感じです。 M ゾートのとこもかつてはコスモ石油でしたね。昔はね感じのいい店員さんがいらっしゃったのを印象的で覚えてます。最近某中古車会社がなんかいろいろ問題を起こしたようで話題になってましたね。 BM BC じゃないの、 BM だな、 B
DC はビッグカメラだ。ビッグカメラもビッグカメラじゃないんだよね、ビッグなんだよねあれって。なんでビッグなのか分かりませんけど、面白いですね。天ぷら、あ、もう最近ね、ほんとね、天ぷら食いたいんだけどね、ダイエット考えたら天ぷらよりよろしくないので、ね、全然食ってません。さあ、この辺り桃ヶ池センターというね、かつて公設市場的な、公設だったかどうか分からんけどありまして、あとゲームセンターありましたね。ゲームコーナーだな、自販機コーナーに設置されたゲームコーナー。なんか私なぜかここでゲームをしに来てました。なぜかっていうと安かったから。安いところ行ったよね、はるばる遠路はるばる行ったよね。さあ、肉丼ぶり専門店もう人気だよね。一回も行ったことないけど、いわゆるあのメガインディアンズやっとるとこは確かやっとったよね。ここってコロナの時めちゃくちゃ混んどったよ。もうすごい人気、うまそうだよね。普通にレアステーキ丼、タルタル唐揚げ丼、ネギ塩豚トロ丼とか、ダブルハンバーグ丼とか、まあね、すごいカロリーって感じで、絶対今の私は食べてはいかんものですけど、食べたくなるね、あの見るとね。ほんといかんわ。もう我慢するのも体に良くないけどね。でもそれを我慢しんことね、痩せる方も痩せんからね。だから近寄っちゃうから、近寄ると食べたくなるね。書いたらちょっとだけど、ね、看板としておく。がっつり肉丼ぶり、レアに焼いた柔らかな肉を楽しむステーキ丼、レアステーキ丼メガ盛り、ふっくら釜炊きご飯、たまらんな。看板見ただけでもう腹減り工業ですよ、本当に。はい、桃池のバス停前を通過。まあ松屋とは対局だよね。まあだからどっちお客さん選びますかっていうところで、ここはね。ということで腹減り工業になりながらですね、まだ家に着くまでは時間があります。ついついいつものここを通ると麺屋花火をついつい思い出してしまって、ついつい立ち寄ってしまいそうになります。うまいよね、うまい。もううまいとしか言いようがない。まあ何とも言いますけど、あとここね、ランドローバーのあるところがかつてブロンコビリがありました。ちょうど20年ぐらい前ですかね、22、3年前かな、ここブロンコビリあった。そんなんどうでもいいわって言われそうだけど、でも忘れちゃうとね、いかんって何とも言いますけど、ブロンコビリありました。でそのホンダの奥のマンションのところに金庫食品というアイスクリームメーカーの工場があって、なぜか私はそこちょうど通りかかった時におじさんにね、落っことしたかなんかでもう商品ならんデコレーションアイスをね、友達と1個ずつもらったっていう、なんかそういう体験があります。だってあんな高いでしょ、昔デコレーションアイスなんて2、300円せえへん。そこそ初任給が200円ぐらいの時に、そんなことはない。それはない。それはないけど高かったよね。さあ、ここの渋滞も毎度のことです。ここも一緒です。右折車が多いから混み合うという話ですね。ここの唯一残るレトロまだ残ってます。すごいね、上田一本松のバス停を通過。あ、今日は割とでも右折車少ないな。まあ全体的に今日はやっぱり仕事をやってるとこ少ないんでしょうね、営業してるとこはね。まあとはいえここはやっぱ車多いな。多い多い、結構多いよ。道路走ってるかなり多いです。